い、今日もうまきってく始まります。今日のお客様は寒きってく、この夏にはいいですね。この暑い夏には寒きってく、さあ寒きってくかな、正式に言うと。暑い夏なんでね、寒きってくさんいいですね、と思います。そんなね、寒きってくさんっていうゲストはね、東直弘さんです。どうぞ。すみません。こうやってやってきてくれましたね。それが寒きってくかもしれない。大丈夫かな。はい、こんな感じで。こんな感じで。それ寒きってく、はい。寒いですね。あ、寒きってく。そんな感じでね。寒すぎますね。はい、あのね、今日はね、この日はいつもね言うんですけどね、ちょっとね、いろんなことを書いてもらうシートをお渡しして帰ってきてもらうんです。初めてじゃないかな、平成生まれっていう。あ、平成ジャンプです。面白いいいですね、この空気、はい、そういうことね、はい、寒きってく、はい、もう速攻寒きってくっていうことやね。そうです、はい、直弘さん、はい、商工会の青年部さんなんやけど、前に来てもらった青年部の、部長さんのところで働いてるってことだよね、はい、三重熊野古道商工会、初代部長、はい、初代部長米田さん、はい、米田さんのところで働いて見える、しかも青年部にも入って見えるっていう、はい、直弘さんですね、はい、よろしくお願いします。っていうことはお仕事は、はい、お仕事は、はい、米田自動車板金塗装で働いてみるということですね、はい、でこの格好なんです今日はね、仕事がちょっと忙しかったみたいでね、ちょっとね、バタバタしていたみたいで、そのまま来てもらったんですけど、忙しいですか、仕事は。そうですね、忙しいですね、うん、もっと忙しくなるように頑張りたいと思います。素晴らしい従業員じゃありませんか今日米田さんも来てもらったらよかったからね、この辺に立ってもらったらちょうどね喋れよくなりますねそう、結構もう長く働いてみえるんですか。そうですね、5年ぐらいになりますね。5年ぐらい、はい、初めてこのね、皆さんに書いてもらうシートで平成って書いても、エッチって書いてもらったの初めてやなと思うんやけどもしかしたらおったかもしれないけど、でも平成って初めて見るなっていう感覚があるんやけど、はい、もう5年働いてるってことはもう20歳くらいから。そうですね、20、21ぐらいからずっと働いて。そうですね、うん、はい、その前はどうしとったん。その前は、はい、はい、長島生まれ長島育ち。長島生まれ長島育ちです。はい、その後は。その後は、高校を、大台町の方で行って、でそこから卒業して、うんうんうん、まあ都会。都会、憧れの都会。憧れの都会、うん、はい、まずどこに行ったんですか。まずは手羽先の名古屋。難しいカテゴリーなんかな。そうですね、まあ手羽先もそんな詳しくないですけど、うん、はい、名古屋、はい、まあね、有名やけどね、はいはい、名古屋に行ってちゃんと手羽先食べた、はい、いや食べてないです、わけでもないきっとな、はいはい、名古屋に行ってで次どこ。次はちょっと三重の都会行ってみようかなと思って、うん、天むすの津。あ、分かりにくいいや天むすね、名古屋がすごい有名だけど発祥の地は元祖は通なんね。そうです、それよく知って見える、はい、本当に。でもね、通はね、余分な話してしまうけど、はい、元祖手羽先の、あ、違う、元祖天むすの地が通なんやけど、はい、なんと全国でうなぎの消費率がナンバーワンって言われる通なんです。なんか名産品でも何でもないうなぎが有名なこう養殖してるとこでもないのに、うんうんうん、なんでなんですかね。なんでなんですかね、うん、めちゃくちゃ通はうなぎ屋さんが多いし、通、ね、の人はめちゃくちゃうなぎ食べてるので、で名古屋の三河のうなぎとか、うん、一時期琵琶湖浜松とかに比べるとなぜか通が一番消費しとるっていう地位なんやってね。うん、のまあどうでもいいけどで通に行ったと、はい、通に行きました。で通で
そっからはどうしたの？そっからは、うん、どこ行ったってことですね。どこ行ったんですか？そっからは、たこ焼きの大阪行きました。まあまあ、はい、今日寒切ってくさんなんで ね、我慢してもらいたいなと思うんですけど、はい、いいですかね。はい、たこ焼きの大阪、はい、たこ焼き好きですよ私は。たこ焼き美味しいですね。大好き、うん、美味しいです、はい、好きなもんのベスト3に入るぐらいたこ焼き好きです。結構ですね。そんなに好きみたいな。好きなんですけどね、はい、たこ焼き好きなんですけど、はい、名古屋に行って普通に戻ってきて、はい、また大阪に行って、はい、楽しかったですか？名古屋とか大阪とかは。そうですね、やっぱり、うん、まあこの地元ではない人の多さとか、うんうん、建物の高さとか。それ楽しかったとこ、まあ、そうですね。あの都会っ子だぜみたいな、あ、感覚がね、はい、覚が。友達できました？友達というよりまあブラブラしましたね。ああ、はい、ブラブラしとったんだね。そうですね。名古屋とか大阪行って、はい、あの結構行っとったよね。 なんか何年か、2年ぐらい。そうですね、あっち行ったりこっち行ったりしとったけど、結局二十歳過ぎの時買ってきて、はいはい、なんで買ってきた？都会に降りたいなとは思うんだ。都会に降りたいなと思ったんですけど、まあ俺は都会向きじゃないよね、どっちか言ったら。そうですね、なんかそんな気しませんか？うん、なんか田舎でなんかいい感じ、すごく素朴ないい感じがするので、はい、なんか田舎にぴったりな感じ。男前やしね、今風なんやけどね、なんかあのあれ、なんか田舎の方が合いそう。あ、なんか都会の悪いもんにまみれてほしくない感じがする。あ、嬉しいですね。いや、なんかそんな感じ、はい、なんか都会はいろいろええんです、楽しいし、うんうん、ビルも人の多さも好きなとこやけど、うん、はい、でもなんかそれはそれで楽しいし、遊びに行くのは絶対楽しいと思いますけど、うん、そういうのじゃなくて、なんかやっぱり山とか川で遊んどんの似合ってません？なんかそんな感じがします。素朴な感じがすごいね、伝わってくるのでいいんじゃないかなと思います。ほ、はい、で地元に帰ってきて、やっと地元帰ってきましたね。で、はい、そのまま今のとこに働いたんですかね。今の米田自動車板金塗装ですね。いいですね、米田自動車板金塗装、はい、これでここに働いたんです。手こした方がいいですかね。米田自動車、ね、はい、はい、いいと思います。、はい、米田自動車板金塗装、この前ね、取材にも行かせてもらったんです、はい、なんと熊野古道カードを使っている板金屋さん、はい、それすごいですよね。ポイントもガッと溜まりますからね。溜まります。みんなびっくりすると思う。そこちょっとそこそこでちょっとした買い物をしとるのじゃなくて、うんうん、自動車板金、あれ修理には使えるよね。修理にはオイル交換とかタイヤ交換には使えるんだから。もう使ってますね。ね、はい、ね、すごいびっくりするよね。めっちゃ溜まるよね。熊野古道か。溜まりますね。うん、その取材でね、行かせてもらってけどね、はい、すごい楽しかったですね。なんか大笑い、はい、大笑いしてちょっと悪乗りもしながら楽しかったなと思うんやけど。そんな板金塗装、もう5年ぐらい勤めとるっていうことやけど、はい、全く車の勉強してなかった？そうですね、ほとんど知識はなかったですね、うん、はい、知識はなかったけど、はい、車は別に嫌いじゃない、好き。車はそうですね、好きですね。好きやけど、はい、別に知識もなかったけど、はい、なんでって言うたらおかしいけど、なんでまた自動車パーキング。学生の時に、うんうんうん、そういう車とか直す人、うんうん、かっこええなっていう憧れ、見た目 もうテレビでこう、ね、車の下からバーって出てくるとか、かっこええなと思って。あ、それでちょっと憧れて、はい、ちょっとええかなと思って、はい、門を叩いたら心よく受け入れてもらった。心よく、はい、心よく、はい、はい、で今に至るんだけど、もう5年ぐらい経ったら大体何でもできるようになった。まあそうですね、うん、まあ、あの昔よりは、はい。それは当たり前ですね。そうですね、うん、はい、板金塗装が週なんやんね、はい、そうですね。それで綺麗に磨いて色塗ったりなんか修理する。そうですね、傷へこみを直したり、うんうん、することが、はい。もともとなんかそういうの好き？色塗ったりとか、うん、なんかあるやん、それ美術みたいなの好きとか。あ、美術今日好きでしたね。絵描くは関係ないですけど。いや関係ある、関係ある。あ、関係あります。あ、関係あると思いません？絵描いたり、はい、色塗ったりするの関係あるかなと思って。細かいこと嫌いとかいう人も、あ、絵描くの嫌いっていう人が、そうですね、色塗ったりする仕事にはあんまりつかんかなと、うんうん、勝手に想像したんやけど。
板金塗装もほとんど結構好き、綺麗になるの好き。そうですね、やっぱりあのやりがいというか、なんか達成感ありそうよね、うん、達成感もすごいありますね。ボコボコしたやつを綺麗にして綺麗に塗ったらわーって、うん、なりますなります、ね、はい、それいいですよね。でもそれだけじゃなくて車のことやったら何でも、何でも、はい、何でもします、何でもします、はい、いいですね。でも本当やろかと思うけどいいと思います、はい、でも5年経つけど結構楽しくやっている感じ。楽しいですね、結構車の当たり方とかも、うん、持ってくるお客さん全然違うんで、あ、そこに面白みを感じるんや。そうですね、毎回勉強のような。あ、でもこうやって当たったんで、こうやって当たってロッチ想像もできる、想像して、あ、すごい、私らには絶対考えられない、ね、はい、それね、こっちの方向から当たったからここ引っ張ったらいいかなとか、あ、うん、そういうこと考えるんや。考えながらやってますね。あ、だいたい見ただけで何にぶつかったかなとかも分かるぐらい。そうですね、あの、まあ、あの色ついてたりとかガードレールの、あー、うん、ガードレールやったんやなとか、そういうのとか、はい、あ、そういう面白いな。私はそんなこと絶対考えもせんし、そんなこと関けどこの当たり方やったらこうかなっていう考えができるうちはすごいね。大体もう、そこが楽しい、そこも楽しいですね。でこうやってしたら綺麗になるかなとか、はい、これはこうした方がいいんじゃないかなって考える、うん、それ結構好きなんよね。そうですね、好き嫌でやれることかなと思います、はい、なんかこれ、この米田自動車板金さんには働いとる方なんやけど、働いとる方の人が来てくれた初めてなんかなってちょっと思います。あら、はい、なんかね、自営してますとか、親の代からやってます、おじいちゃんからやってますってずっと後ついて頑張ってますっていう人だけど、従業員さんで来てもらったん今日初めてじゃないかなと思うんやけど、ね、一発目で。でも、はい、自動車板金、米田自動車板金の宣伝をすごくしたい。そうですね、もうムラムラしてますね、はい、面白いな、はい、PR したいことあるんですね。もうそうですね、はい、なんかどんなことですかね。そうですね、あの米田自動車は、うん、まあ、お客様の、うん、なんか硬くなりますね。いいです、それちょっと面白そうやで、すごく聞きたいんやけど、うん、そうですね、あの、はい、お客様になんて言ったらいいんですかね、お客様のこう、うん、ニーズに答えて、うん、ごめんなさい、僕難しい言葉苦手なんですけど、あの、はい、読みましょうかね、私読んでもいいかな、はい、お客様の声を尊重し、はい、またお客様に合った修理方法を提案させて。そうです、はい、で自分で書いてきたんですよ、はい、自分で書いたんです、はい、自分で書いてきたんです。でね、お客様の声を尊重してお客様に合った修理方法をあの提案させていただきますっていうことは、はい、お客様に合ったこれが一番おすすめですよみたいなことをお話もしてくれるし、ね、説明もしてくれるってことかな。そうですね、あのお客様が、うんうん、あの例えばもうざっとでいいや、安してくれとか、あー、そういうことね。その反対に、あの日にちかかってもいいからちょっとめっちゃ綺麗に直してくれとか、そういうのをちゃんとお客さんの声を聞いた上で、じゃあこうして何日間かかりますけどいいですかとか、そういうことも素晴らしいと思います、はい、今初めて素晴らしいな、これすごい初めてっちゅうわけじゃないけど、なんかちゃんとしたことし、あ、ちゃんと仕事しとると思って、はい、 はい、ちゃんとしてます。サム切ってくじゃないと思って、はい、いいと思います、はい、で米田自動車板金さんは、カーハウスマンボウもね、そうですね、見えるっていうことで、それで、ね、新しく始めましたよっていうことも米田さん来た時にね話させてもらったし、この前取材に行った時にも、うん、もちろんカーハウスマンボウでは熊野古道カードは使いませんけど、あ考え中というか、はい、試案中っていうことで、はい、で、自動車板金とカーハウスマンボウが車同士 の、 あのご商売が隣にあるっていうことは、うん、いいですよね。そうですね、うん、米田自動車板金に、車当ててしまって、うんうん、でちょっと新しい車欲しいなってなった時はカーハウスマンボウの中古車を見てどうですか、どうですか、うん、で、まあ、カーハウスマンボウからすると、うんうん、米田自動車板金塗装が近くにあるので、
中古車持ってきた時にそこで綺麗に直してピカピカの、うんうん、ピカピカにしてもらって、うん、車を提供できると、うん、はい、いいじゃないですか。連携プレーが連携プレーができているということで、はい、素晴らしいですね。なくてはならんですね、これ。そうですね、はい、新しく始めたご商売って言うとるけど、米田さんは米田さんでいろいろね、これから目論み違うな悪だくみじゃなくて、ね、悪だくみじゃないですねこれからもっともっといろいろな方面に広げていきたいなっていうのもすごいね、うん、この前も言われてたし、もっと違う、はい、ここで前に来てもらった時もこんなことも考えとんやっていうこともいろいろあったし、そんな人と一緒におるとやっぱりね自分も成長できるし、うん、そうですね、いいとこにね働いて、うん、仕事も楽しいみたいやし、はい、楽しいですね、はい、いいとこに就職しましたねでしかもこの米田自動車板金の PR をこうやってしてくれるってことはこんなありがたいことないですよね皆さんぜひね来てほしいなと思います、はい、でね今後の取り組みもちゃんと書いてきてくれたんです、はい、ね、はい、言っていいですか。はい、どうぞ。そうですね、あのお客様にもっともっと満足してもらえるようにスキルアップを目指しつつ今まで通り全力で頑張りたいと思います。はい、すごい面白いこと書いてきたなって私思ったんですけど、あのスキルアップは目指しとんねんけど、はい、今まで通り全力で全力で、はい、今も全力やけどこれからも全力でもスキルアップは目指したいけど、はい、今まで通り、もうこれ頑張ってくね、このまま回ってくね、切るとこちょっとちゃいますねぐるぐるしそうやね、このままでこの話続けるとね、そんな感じでね、はい、ね、しかももうまだすごい、これすごいなと思ったけどこれどうですか。そうですね、車ぶつけてしまうとやっぱりぶつけるとショック受けると思うんで、そのショックを受けたお客様の心のケアもしてくれるこれから取り組みたい、はい、これから、はい、ね、まだ、はい、うん、これからです、うん、っていう、はい、なんていうんです、いろいろ面白いなと思って、うん、ね、いいと思います、はい、車ぶつけた人絶対車ぶつけてへこんでますもんね。もう車も人もへこんでますもんね、ね上手上手、たまにはええこと言うな、たまには、はい、ありがとうございます、うん、そうやな、手で車も人もへこんどるで、はい、それの心のケアもしてあげたいな、車もその人の心も直します、直します。ほんまですかね、ほんまですかねこれから頑張る、これから頑張っていく、はい、こうね、これから頑張っていきたいなと思ってることやので、スキルもアップしたいし、はい、心のケアもしてあげたい、はい、優しいね、優しい優しいと思いますいいと思いますでね、直弘くん、米田板金に勤めて板金塗装に勤めている直弘くんはどんな人なんかなっていうのね、やっぱり気になること書いてきてもらったんです。気になりますよね、この暑いな、なんか。そうですね、この時期はやっぱり気になりますね、うん、日焼け、ね、日焼け、すっごい焼けてますもんね、はい、でもね、半袖焼けするそうですそうなんです、川とか海とか自然で遊ぶのが好きなんで、うん、そう行った時にやっぱ脱ぐじゃないですか男の子は、男の子はね、はい、まだなんか着てるんですよね、ああ T シャツ着てるよね、はい、白い T シャツ、白い T シャツでその時に去年やったんですけど、うん、こっから下が日焼け止め、うん、でこっから上がサンオイル、あんまり聞かなかったですねすごい嬉しそうな顔して言うてくれたんやけど、そんなん全然聞かんだあんまり全然でした。やっぱり日々の沈着ってすごいでね、はい、そんだけ仕事頑張ってるっていうことやけど、はい、ここに毎日のことで焼けてくるのはもうね仕方ないことやけどね、ポッキー焼けって一時言うたんです、ポッキー焼け言うとね、ポッキー足もそうやけど、ハズモンとか入ってるとさ、ポッキー焼け持つとことチョコレートのとこっていうやつよねなるほど、そうなんだ、あれ、そうなんだそうなんです、持つとこと持つとこ白いけどチョコレートのとこ真っ黒になるじゃないですか、ポッキー焼け使います、はい、もうちょっと下火になってるかもしれんけど、ポッキー焼けもいいかな、大丈夫かな、で自然で遊ぶ好きってやっぱりそうやないですか、なんか自然の中でなんか海とか山とか川とかで遊んどる方が多分合っとると思う、それで都会で、うん、まあ都会はたまに遊びに行くぐらいで、うんうんうん、なんか
なんか素朴な感じがすごい伝わると思うんです。でね、あの特技がオチのない話やもんねっていうことで、それを熟知して、サムキッテクさんにしたんやけど、伝わるかなこのサムキッテク。もう最初からちょっと伝わったかなとは思うんやけど。そうですね。伝わってくれてると思います、はい、伝わっていると思います、はい、サムキッテクさん。そんなことを考えながら、そんなね、彼もね、平成生まれのから初めてやなって言っとったけど、ご結婚されとるんやね。そうです、はい。可愛いちっちゃい娘がおるんやって。はい、いくつですか？2歳半ですね。2歳半、はい、可愛い時やね。可愛い時ですね、うん、で最近ハマっとることは、娘と一緒にディズニー鑑賞ですね。ね、今あの最盛期のアナと見た？それはまだちょっと撮ってあります。はい、なんかね、皆さんもう 街では本当に大ブレイク中、うん、そうですね、うん、ですよね。うちの子はけど、その見てないんですけど真似しますね、歌いながら。あ、本当に可愛い。そうなんや。いつも耳に入ってくるでかな、やっぱりコマーシャルとか、そういうのでバンバン流れとるもんね、うん、こんなに流行るってね、すごいなって思うぐらい、すごい、はい、もう猫もしゃくしもじゃないけど、どこもかしこでもあの歌流れとるもんね、はい、真似するんや。真似しますね。あのプーさんの毛布なんですけど、うん、こんなぐらい。プーさんの毛布こうやってやって、はい、こうして、うん、可愛いな。やりますね。いいですね、はい、癒されます ね、 そ、 すね、それはね、はい、いいと思います。彼女もちょっと寒気っていくのかなって、はい、彼女もさ、あ、ちょっと今はね、あの2歳半やで、まあまあ可愛いかなと思うけど、大人になった時ちょっと心配。そうですね、はい、ちょっと僕のとこちょっと映ってしまったらちょっと心配ですね。心配、うん、でも止められないしね。止められないですね。そうなんですね、はい、あのそんな娘さんの家族と休みの日は、休みの日は家族で、結構外出してますね。あ、いろんなとこに行くんや。そうですね、あの、うんうん、ドライブも好きで、うんうんうん、あとは、まあ、ショッピングであったり、ショッピングであったり、はい、ちゃんとしたこと言うな。結構出かけるよね、家族。そうです、子供連れて、はい、うんうんうん、結構そんな時はやっぱり名古屋とか大阪とか行くの？そうですね、結構名古屋の方行きますね。あ、名古屋の方によく行くや、うん、買い物やったり、はい、そんな感じで出かけることが多いんやね、はい、ええよね、たまにはね。え、米田自動車板金さん、もう何回でも言うんやけど、米田自動車板金さんは何曜日休みなんですか？第2土曜日と、あと各日曜日と、ああ、祝日ですね。ああ、そういうことね、はい、あの第2土曜日と日曜祝日っていうね、はい、おー、いいですね、はい、いいですね。まあ、日曜日とかでもお客さん事故したとか取りに来てっていうこともなく、あ、ありますね。あるよな、うん、きっとな、はい、へこんどる心のケアもせなくて。そうですね、取りに行って、そうですね、ケアして、うん、はい、忙しい、ね、絶対あると思う。休みの日やで、みんな出かけとることが多いで、うんうん、出かけた先でね、やっぱりちょっとぶつけてしもたわとか、トラブルとか、うん、やっぱり米田さんもすごいいい方やで、自動車バンキーじゃないことも引き受けちゃったりとかしそう、なんか ありますね。なんかそんな気がする、はい、なんか自動車バンキー、車ぶつけたもんでじゃなくて、ちょっと車ちょっと調子悪いんじゃなって言ったら、うんうん、もうしゃあないなって言いながら、なんかお尻とか書きながら行きそう。その後もお前も来いよとか言って、ついて来いよとか言って、用事もないのについて来いよみたいな感じで連れてかれそうな雰囲気がイメージできるんだけどね。二人でこう書きながら。レナさんも面白い言い方やもんね。で、はい、多分続くっていうことは、そこのお店がやっぱりええっていうことやもん、うん、そこのお店っていうか、そこのね、職場がすごいええっていうことやね。やったらやっぱりね、仕事が偉いはどこでも偉いで、うん、そうですね、うん、やっぱり人間関係すごい大事やけど、うん、ええ感じの雰囲気やもんね、うん、この前取材に行って思いましたね。お父様お母様も見えたんやけど、はい、いろんな方ね、見えるけど、結構なんか雰囲気がすごくいいもんで、うん、みんなね、寄ってくるやろし、でなんかね、そやからこそ続くんやろし、仕事しとっても楽しいんやろし、はい、そやなかってな、いやいやな、いやなと思ってたら嫌やもんな、やっぱりな、せいでええんやと思います ね、はい、で米田自動車板金の宣伝もしながら、はい、しながら、はい、でこれからのスキルアップも目指しながら目指しながら、心のケアもしながら、しながらでも喋ることは寒切っていくっていう、はいはい、大丈夫やろか、そんなんで心のケアできるんやろか、
逆にできるかもしれない、ね、あ逆にな、うん、逆にいいふうに考えます。あ逆に、はい、あええー、と思います。サムキッテックさん逆にっていうのは最近の声ね、逆にとかで、ね、ありがとうございます、うん、ええー、と思います。、ね、結構ちゃんと書いてきてくれてね、あめ、素晴らしいと思っています。でね、休みの日とか自然の中で遊んだりとかそういうの出かけたりもするんやけど、なんか物作るの好きねんね、うん、基本的にそうやってするの好きなんかな。そうですね、物、まあ、基本的には車直しとるやんか、うん、はいはいはい、せけど物作ったりとかもするします。はい、まだどんなもの作る、子供の遊び道具のままごとキッチン。え、そんな作るの本格的やん、はい、いやいやいや、はい、出来栄えは分からんけど、出来栄えはちょっとまだ、はい、途中です。ああ、そんな、はい、そんなするんや。ちゅうことは日曜大工するってことよね。そうですね、木で木切ったり打ったり。そうなんや、はい、いや意外すごいな、びっくりした。いやいや、ママごとキッチン作ってあげる、はい、ええー、な、それええと思います。ちょっと12月誕生日なんですけど、うん、その頃にあげようかなと思うんですけど、その頃までちょっとママごと好きで追ってくれるかなっていうのが心配なんですね。はい、12月誕生日の今何月やった、これ夏、夏、夏やな、夏やな、夏やな、結構時間あるよな。そうですね、結構大きな立派なもんができそうな雰囲気あるんやけど。そうでもないけど、うんうん、でも12月になって嫌いやったら嫌やな、もう。そうですね、でも 2,3 杯やったらするよね、よけ女の子さん見える人もおるんやけど、する。大丈夫ですか。楽しみね、楽しみですね、楽しみですね、はい、そんなこともしながらね過ごしているということで、あの米田自動車板金の、はい、あの東直弘君に来てもらってんけど、そう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 、灯籠祭りも結構関わったよね。そうですね、灯籠祭りも頑張りました。頑張りました。頑張りましたか、はい、頑張りました。大変でしたね。大変でした。やっぱり準備するのが大変だよね。準備、そうですね、僕思うんですけど、うん、僕思うんですけど、はい、はい、どうぞ。一日の祭りのために、うん、すごい1年かけて、すごいな、この人たちみたいな、うん、僕も混じっとるけどな。混じっとるんですけど明らかに。やっぱり仕事終わってからすごい手伝いに行ったりしたんだ。そうですね、うん、はい、その一日のお祭りのために仕事終わってから疲れどんどんにお手伝いに行ったりもしとって、うんうん、で、そうですね、盛大に灯籠祭り終わって、はい、やっと人だらくみたいな。 で、 ね、でもまた新しい計画が始まるんやろね、これね。もう始まってるんじゃないですかね皆さん、スコースの中では始まってるかからね、はい、そんな感じでね、そういうこともされとるそうですそんなね、はい、東直弘くん、米田パンキーさんに勤めとる東直弘くんねんけど、教区長まで、教区長育ちやんね。そうです。ということで、はい、教区長のね、好きなところなんですかって皆さんに聞いています。はい、ひろくんはどうですか、紀北町の好きなところ。そうですね、紀北町は、はい、都会に出て思ったんですけど、はい、まず朝起きた瞬間の、うん、匂い、海の匂い、潮の匂いとか、 あと、はい、そうですね、山の、雨多いんでこっちは、うん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 、雨降った後の山の匂い。ああ、言うとることすごく分かるんですけど、はいはいはい、もうそれが今まで出てた時はなかったんですけど、うん、帰ってきて、まあ向こうの休みの時に帰ってきた日の朝とか、うんうんうん、ああすごいいいなと思って。ああ、そういうのが好き、はい、いいですね。そういうのがいいですね。分かります、匂い分かります、はい、あのね、ありますね。私も海の人じゃないもんで、うんうん、仕事に来るとここで車止めて降りると、あ今日は海の匂いがすごいとか思うんです。匂いしますね。匂いしますね。山の匂いというか、土の匂いというか、青い匂いというか、青い匂い、ね、はい、しますね。そういうのが好き。そういうのいいですね。癒されますね。癒されるというか、やっぱり都会向きじゃない、はい、まあでも都会に行ったからこそ分かるもんね。そう、そうです、はい、それで行ってよかったんやよね。行ってよかったです。行ってよかったし、戻ってきてよりええなってことが分かったんで、はい、こんなにええことないよね、うんうん、はい、でこのままずっと紀北町で頑張りたいなと。はい、ね、そうですね、そうですね、はい、いいことですね。いいことやと思います。このままね、いろんなことに頑張って、まだまだ若いんでね、これから商工会の青年部とか支えていくような人になるんやと思うので、これからもっとどんどん頑張ってほしいなと思います。はい、はい、そんなことで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またまたお邪魔します。また、はい、はい、またお願いします。はい、そんなことでありがとうございました。またまたまた見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。